ザフロートアットマリーナベイはシンガポールマリーナベイ地区の会場に設置された世界最大の浮遊式ステージマリーナベイフローティングプラットフォームとも呼ばれるすべてがスチールによって作られたプラットフォームの広さは縦幅120メートル横幅83メートルに及びサッカー用のフィールドとしてはナショナルスタジアムより5%ほど大きい プラットフォームは1070トンまでの重量が積載可能であり、これは9000人の人間と200トンの舞台装置、30トンの組用車両を合わせた総重量に等しい。浮遊式会場は2007年より5年間、マリーナベイにおけるスポーツ、コンサート、展示会、文化的な催し等のイベントのために使用されるほか、2014年まで、 ナショナルデパレードの主会場として使用された。ナショナルデパレードは2015年はザパダンの特設会場、2016年はカランのスポーツハーブに完成の新ナショナルスタジアムで開催されたが、2017年は再びザフロートでの開催となる。また、スタンドとプラットフォームの間は F1 シンガポールグランプリで使用されるシンガポール市街地コースの一部にもなっており、 17から18番目のコーナーが設置されている。このコーナーはネルソン・ピケ・ジュニアのクラッシュゲート事件の物体としても知られる。2010年に開催されたシンガポールユースオリンピックでは開会式、閉会式の会場となった。ありがとうございます。